うん、ありました。でもらったの？もらいました。もらいました。大きいのがあるのまだ飾ってるやつ、かなり大きかったです。あ、まあ、じゃあ今度の大会、今度の京都大会の時に使おうな。いや本当に立派な、全部が緑の。大丈夫やな。いや、寒くなるとね、ハードディスクがあんまり寒いと回転しなくなって、こうスイッチ入れた時に起動しないことがある。寒くなるとっていう、うん、いやだからハードディスクのグリースが固まっちゃうよ。この機種は大丈夫だ。この機種はよく使う。そうじゃない気もするな。いや、これだってもう、アナログ視聴派の時代のやつやから、もう今もう意味がないんだよ。今だからレコーダーとしてしか使えない。中南は役立たないという。でもハイビジョンには対応してるんだけど。あれはどこでも、あればできるんです。私の大きなのは、あんま近くない、私のケースのやつ。そうそうそう、あ、電源はあるから、電源は電源は、
しばらくキープして沸騰。しばらくちょうどもない。早くしていったらだんだん上に向けて伸ばせるようになりますから。開くと同時につま先ケツしっかり入れて体締める。
それと同時にというか、まあ、開きながらつま先をねじり込むようにして、でこっちにひねるんだったらね、最初開くときにこっちの手だけこの場所に、そしたらこうなりやすいから。食い込む時もなんかそういうのやったやつか。え、やってないです。まあまあまあやって、手はとりあえず一回までやってないです。声かけるから、伸ばすときにさっきのようにつま先からギュッとねじり込むようにして、まっと言いますから、開く時でいいから、そんな怖くないです。はい、ひねるの自体はすぐできたな。